これから100人組で行う。今日不審ね、会長のね、7周忌です。そのレジェンドで私はこういうことを違いました。極真空手の人口が1200万を超えるようになったのも一人あなたの力であります。あなたのおかげであります。あなたがなければ今日の極真空手はなかったでしょう。私は空に上がる竜の竜であるとするならば、あなたは私に与えてくれた雲であったんです。本当に心より感謝します。今日第5人目の100人組でを行いますが、この100人組でを完遂するようにしてください。一人だけの戦いであります。しかし男は戦うところに、ね、男のロマンがあり、男という価値があるものだと私は信じます。今日はどんなことがあってもね、100人完遂して、一つ極真の世界大会、ね、世界大会におけるところのね、基盤を安泰にしてもらいたいと思います。第22回全日本選手権大会チャンピオン増田明。世界格闘技界最強といわれる極真空手をリードする若きヒーローである。一切の防具をまとわず、倒すか倒されるかという真剣勝負を追求する極真空手は、現在1200万の会員を擁する世界最大の武道集団である。そこで頂点を極めた増田が今日、彼の武道人生最大の試練に挑もうとしている。刻一刻が近づく戦いを前に、増田は一人走る。津波のごとく襲い来る不安を打ち消すために、増田は目に見えない相手に向かって突きを出し、蹴りを入れる。増田明は全日本大会デビュー以来、常に強豪として極真空手のトップランクに位置してきた。第13回大会に初出場、全盛期の三平刑事を向こうに回し、一歩も引かない組手で一躍注目される。三平、そして中村誠に築いた三盛時代の後、増田は松井明義、黒沢博樹とともに極真新時代の騎手として注目される。だが、第一線にいながらも増田は常に優勝とは無縁な存在だった。抜群のバネ、超人的なパワーを誇りながらも、悲劇的な結果に終始する試合に、いつしか人は増田を無冠の王者と呼び始めた。しかし増田にとって無冠の王者という言葉は屈辱以外の何者でもなかった。ライバルの松井が引退し、新しい息吹が台頭する中、増田は一人もがき苦しんだ。幾度かの挫折と忍辱を経、それでも増田は夢を断ち切らなかった。年を追うごとに、ただ荒々しいだけの野獣の瞳が、いつの間にか成人のごとく穏やかに澄み切ってくる。こうして1990年秋の第22回全日本大会、増田は悲願の優勝を自らの手でもぎ取ったのである。
君。よし。はい、それでは、松田明君の120点を行います。蹴るときは、よし。蹴るときは、よし。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 気合い入れて、ほら、チュー。リラックスして動け、リラックスして。チュー。手とはちょっと危ないけど。どうだ、どうだ、どうだ。どうだ、どうだ。見られたら決めちゃうよ。増田にとって本部道場は限りなく眩しい存在だった。本部道場に足を運ぶたび張り詰めたような緊張感を増田は感じていた。石川支部から東京城西支部に移った増田は偉大なる大山増達が指揮を取り、ライバル松井が学んだ本部を常に意識していた。支部で稽古する者にとって本部道場は空手の聖地であった。だから当初増田は予想よりも緊張している自分自身に当惑した。向かってくる一人一人の挑戦者が心なしか皆大きく見える。増田は意識して肩の力を抜いた。ほとばしる汗の量が増えてくればいつしか体も軽くなるに違いない。焦ってはいけない。増田は自分の剣を確かめるかのように相手の攻撃に合わせ突きを出す。Thank you.
屋敷から受けたの次おざり。はい、せーよし、よし、入れてやれよ。よし。よし。
の組手は急変する。大会で見せるような攻撃的な組手の前に対する挑戦者はなすすべがない。増田の組手は付け入る隙を与えないラッシュ攻撃に定評がある。パワフルな下段蹴りの連打、強力な突き、増田は常に前に出るアグな組手で極真空手の頂点を極めたのである。増田はこの100人組手においていつもの戦い方に加えカウンターの足掛けを意識的に多用した。万全のタイミングで足掛けを繰り出す増田に相手の体は軽々と宙に浮く。勢いに乗じた増田は無意識のうちにヒートアップする。攻撃の手数が徐々に多くなり始める。逃げる相手を追い攻撃の手を休めない。だが恐ろしいほどの長丁場を戦わなくてはならない100人組手においてこのような増田の組手は一面の危うさをはらんでいるのもまた事実である。しかし当の増田自身そのことにまだ気づいていない。動かして
する。ありがとう。結構やったらここ行ってる。よし。はい。よし。はい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 。積極的な増田の組手が50人を超えたあたりから徐々に陰りを見せ出す。それでもまだ増田は自分の組手の変調に気づいていない。相変わらず積極的に前に出る増田、攻撃に衰えは見えない。挑戦者は気合い入れて。だが相手にもらう突きや蹴りが確実に増田の体を蝕み始める。一発ごとのダメージが増田の表情に陰りを見せる。そろそろ正念場が近づいてきた。頑張れ。そうそう。はい、そうだ。突き合わせて、突き合わせて。右手合わせて。ボディ弱いぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。突き合わせて。突き。そうだ。そうだ。さあ、そうだ。右の肩が。よし。100人組手の地獄の苦しみが牙を剥いて増田を襲い始める。最強の空手として世界に名を馳せる極真会館、その極真空手にあって究極の荒行と言われているのが100人組手である。自分の肉体と精神を極限まで追い込み、ひたすら戦い続けなければならない。どんなに苦しくとも戦うことを拒むことは許されない。
非常にして凄惨な修行が百人組手なのである。極真30年の歴史の中で百人組手を完遂した者はたった4人しかいない。全日本大会で優勝することよりも困難だと言われる荒行、百人組手の重圧が増田の肉体にのしかかる。正念場がやってきた。増田の攻撃が止まった。相手の突きにひたすら耐える増田、苦痛に顔が歪む。それでも増田は戦う気力を捨てない。渾身の気合で自らを叱咤する増田に対し、見学者の応援が一段と高くなる。ほとんど感覚を失った体で相手の攻撃を受け続ける増田、動かない腕をそれでも振り上げようともがく増田。一方、挑戦者たちの攻撃には手加減など微塵もない。それが道場の礼儀だと自分の心に必死に言い聞かせて、男たちは増田に向かっていく。剣と剣を交えたものでしかわからない熱い友情の中、百人組手はますます熾烈さを増す。頑張って！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 頑張
れますわ。よっしゃラスト10人を切った。しかし増田はほとんど手が出ない。刻一刻と壮絶な緊張感が道場を押しつぶす。すでに増田の肉体は限界を超えている。心の奥底で未だ燃え続ける闘争心だけが今の増田を支えているのだ。叩かれても蹴られてもそれでも前に出ようとする増田。重くのしかかる緊張感の中で増田の気合だけが響く。先輩がかわいそうなという気持ちが先輩に語らなくていけないということが大事だよ。分かった？そうです。一本つけてね、仲をさせるというような気持ちにならないとどうしようもない。分かった？あと6人だよ。あ、みっともない。ああ、はい、マスター。
城を支配する悲壮感を断ち切るように大山が増田に向かって声をかける。まるで自らが戦いの最中にいるかのように大山の目は厳しく熱い。戦え戦え。大山がそして増田を見守る全ての目が叫び続ける。戦え戦え。増田は消え入りそうな気力を振り絞って前に出る。先輩、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 先
100人組でよ。感じ、感じ。あと2人。ギリギリの崖っぷちで増田は耐える。叩かれても蹴られても増田は耐え続ける。もはや体の痛みは全く感じない。それでも増田は戦う。ひたすら自分自身と戦っているのである。100人目。かつて増田と同じ釜の飯を食べた水口力也が増田に対する。頑張れ、頑張れ。水口は祈りを込めながら剣を振り上げる。増田。水口は込み上げる涙を必死にこらえ、増田に最後の攻撃を仕掛ける。大山の元に走り寄る増田。万雷の拍手の中に最後まで戦い通した増田がいる。
肉体と精神の限界に挑んだ増田。ここにまた新しい極真伝説が誕生した。